マリンレッスンです。これ裸足で打ってますっていうことはですね、どういうことかっていうと、ちゃんと理論的なスイングしてないと飛びません。力強くもなりませんね。で、私がいつも言ってるように、62対38の点で回って力強く打たないと飛びませんよね、全然ね。で、ちょっと見ていただこうと思います。はい、スタート。あー、ごめん、ダメだったね。こういうスイングですね。はい、もう一回いきます。で、私はこういうのが気に入ってるっていうか、プロの試合見ててもこういうスイングであってほしいなと。グリーンを捉えてってね、バーディー取る時にこういう簡単なスイングでライン出してポンって乗っけていくと、あ、うまいなってこう思いますよね。この前あったね、女子の試合でね、そういう人ね。頭も肩も高さ変えないでしょ。あ、ごめんなさい、飛ばそうとね思ってないからなんですよ。だから高さは変えないんですね。で、これで固めたスイングで自分で何ヤード飛ぶっていうのを分かってますから、それでその日の風とか見ながら乗っけていくんですね。で、ちょうど、低い、ギリギリの低い高さで止まるような球っていうのはどのぐらいかなっていうのがこの高さなんですよ、私で言うとね。それを練習してるんですよ。で、上げすぎず低すぎず、グリーンにキャリーで乗せた時に1メートルぐらい進む球っていう感じかな。そういうイメージで、打ってますね。アイアンショットっていうのは私の場合はやっぱり150ヤードが基本で、それよりも多い時は何番とか少ない時は何番とかっていって打ってますんで、こういう弾道の高さにね注目してほしいんですね。低さというかね、見えますでしょうかね。で、このスイングが一番いい入り方だと思いますね。腰のバランスとかね、インパクトの位置とか。はい、以上です。